ギア、ギアマイナスは日本で公演されている演劇作品である。京都府京都市の専用小劇場であるアートコンプレックス1928で公演されている。セリフが一切ないノンバーバル演劇作品であり、パントマイム、ブレークダンス、マジック、ジャグリングというパフォーマンスが取り入れられ、 ギミックが多く取り入れられた舞台セット、レーザー光線を用いた光学的な演出などでストーリーを表現する。専用劇場のアートコンプレックス1928がある1928ビルを大きさや形、色の異なる歯車が噛み合い、大きなうねりを生み出す日本独特の和の文化である、調和を生み出すとの意味でギアと命名された。ストーリーは荒廃した。 未来社会において、おもちゃ工場で働き続けるロボット、ロボロイドストーリーの中心に据え、かつてその工場の製品であったドールも登場。人間が去ってしまった後、ロボロイドたちは徐々に人間に近づいていくものの、工場の突発的な停電により機能を停止してしまう。その時、製品であるドールが人の心を持って、あえて人間役を登場させずに、 ロボットと人形を描くことで、この AI 時代に、改めて、人間とは何か、を問う作品になっている。基本的には専用の劇場で公演が行われ、技巧の凝らされたセット、演者の動き、パフォーマンス、工学、音響、果てには、風までも使ったギミックでストーリーを表現する。セリフのない、いわゆるノンバーバル演劇で、公演時間は90分程度。プロデューサーは、 小原らと、企画制作は、アートコンプレックス。講演は、京都府、京都市、京都市観光協会、京都商工会議所、京都文化交流コンベンションビューロー、関西クリエイティブファクトリー推進委員会、京都府教育委員会。公式サイトによれば、各パフォーマンスには、一流の人材を揃えているとのこと。2010年1月にトライアウト講演開始。 その後2012年4月からは、京都の1928ビルにある、客席数百席の小劇場、アートコンプレックス1928を専用劇場とするロングラン公演を開始し、2021年5月現在も公演を続けている。ロングラン公演は、当初は振るわなかったものの、口コミやリピーターにより2015年6月には1000回を達成。 来場者数は衝撃上ながら同年10月7万人を超える2019年10月20日夕方公演にて公演回数3000回を突破翌2020年3月には観客動員数が24万人を超えそれらの記録を今なお更新しているまた本作品はノンバーバル演劇であるため言語の壁がないトリプデバイザーによる外国人に 人気の日本の観光スポットランキング201519位にランクインするなど外国人観光客にも人気を博しているほか子供でも楽しめる内容となっており4歳未満の幼児が入場できるキッズデーも設けられている演出家は音客用漢字表記すればご客様ということになっているこれはロングラン公演にあたり観客からのフィードバックを重視し 演出等を改善しているからだという。2012年以降、中国、台東での海外イベントに参加し、公演を行っているほか、2015年11月から2016年4月にかけて、ロシアのモスクワで海外公演を行われた。2017年12月22日から、関東進出のロングラン公演として、千葉県千葉市中央区の千葉ポートスクエア内、 千葉ポートシアターでギアギアイーストバージョンを開始した。主催、運営はラオックス、公演は千葉市ベイフム。2019年9月29日に公演回数601回をもって終了した。本作品は歌舞伎が歌舞、木、ケレンなどが見事に融合して作られている複合芸術であることをヒントに、それらの要素を現代アートに変換して、 創作されている。夜の観光コンテンツが少ないと言われる京都において、本作品は新たな体験型観光コンテンツとしても注目されており、デイビッド・アトキン村長、新観光立国論にて日本で注目される新たな取り組みの事例として紹介されている。舞台公演では珍しく、特定の演出家を置かず、観客からのアンケートをもとに合議制で作品の ブラッシュアップを行っている。このため、お客様を音読みした、音、客用という架空の人物の名前が、演出家としてクレジットされている。イーストバージョン公演劇場であった、千葉ポートシアターが所在する、千葉ポートスクエア。ありがとうございます。